はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。今日は今頃というかこの動画を上げる頃は私はですね八丁堀にいてですね、1.5 時間 ×3 というですね超長いですね講義をしていると思います。講義偉そうですね、なんかねお話をしていると思います。早稲田大学のエクステンションセンターで私の講座があるんですね。秋と春に1回ずつありますね。今回はその春の分、もうほとんど夏ですけどね、次確かね10月です。でね、2ヶ月ぐらい前に募集始まるんですよ。8月頃かな、またご案内しますけどね。で、今頃私が喋ってる内容の一部をですねここでお話ししたいと思うんですけど、あのマンション市場これからどうなるかという話なんですけども、そのいや、いずれ下がるんですよ。このままずっと維持されるなんてことはないわけですけども、下がり方がね、どんな下がり方をするのかということで、まあ一番参考になるのは多分平成大バブルなんですね。これは1980年代の後半から起こって、大体90諸説ありますけど90年には実質終わっていてですね、はっきりと終わったのは分かった92年から93年ぐらいです。で、上り高は90年までです。私はっきりと覚えてます。1990年に私はね27歳だったんですね。その年にですね、広告代理店辞めてですね自分のプロダクションを作ったんですね。仕事がわんさか入ってきました、1990年いっぱいは91年になってなんか変やなって話になってますね。なんか全然あれやんか、色子っていうんですけど、あのパンフレット作るとですね色構成っていう本紙で一回吸ってみるとあるんですね。色子見えひんで最近とか言いましたって、でその後はっきりとバブル崩壊したということを知ります。でだらだらと続いていきましてですね、マンション価格の下落はですね2002年まで続きました。でそこから紆余曲折があってですね、今度はですね2013年からですね上がり始めました。で今ちょうど丸10年ということですね。で、あの平成大バブルと私は呼んでるんですけど、1980年代後半からまあ90年までが頂点としてあったバブルですね。まあ余韻が92年頃まで続きましたけど、あの大バブルは形成がだいたい5年なんですね。始まりはですね1985年のプラザ合意というものがあります。今でいう20カ国増商会議みたいな、あれがね7カ国か5カ国やったかな、それくらいです。7カ国増商会議かな、なんかあってですね、竹下渉という人が大蔵大臣だったんですけども、行ってですねこう何が決まったかというとですね、簡単に言えばドル安です。ドル安が決まったんです。あの変な話ですよ、今から思えば。アメリカがですね自分のところの経済苦しいから、お前らみんなってあのドル安にせえ、ドル安を認めろって言ったわけですね。でこれでですね、いきなり円がですね、まあ、あの200どうでしょうね、250円ぐらいからですね150円とか140円ぐらいまでガーンとこの 1,2 年のうちに上がったんですよ。でなりますとですね、輸出産業困るわけですね。当時日本は輸出型社会だったんで、まああれですよ、もう車をはじめ電化製品ガンガン輸出してたわけです。大不況になるということでですね、経済対策を取りました。これがですね、まあ今も昔もやることは変わりませんで、言い方が変わるだけでですね、あの流動性を供給というのは、あのお金をたくさん市場に流し込んだわけですね。で確か金利も下げたんちゃうかな。そしたらそこでですねバブルが起こったわけですね。でこれが膨らみに膨らんだわけですけども、あの時はですね、その全般的にねこう景気が良くなったんです。あらゆる業種にお金の流れが良くなって、人手不足になって、ほんで特に値上がりが激しかったのは株式と不動産ですね。で5年で上がりました。5年っていうかね、ほぼね最後の3年ですね。ひょいってなって、あれお前この前3000万って言ったら 今6000万かみたいな、そんな話です。この前あの土地3億で売ったのにって、今7億みたいな、そんなことはですねあったわけですね。で、その時は誰もバブルなんていうことは言いませんし、すごいやん景気やんってやってたわけですよ
あれ終わってからね、1993年頃にバブルやったなっていう話ができたんですね。でバブル崩壊とかって言われまして、その後失われた30年とか言われてますけど、まあそれはまた別の機会に。で、日本銀行三重の総裁がですね、そのバブルやって言い始めた1980年代の後半にですね、バブル退治やって、バブル退治じゃんわ、なんたら退治言ったかな、平成の鬼平野とか言って、あの不動産価格抑制とか言ってガンガン利上げしたんですね。でまあそれもあってかな、バブル崩壊をいたしましてですね、その後はひたすらこう値下がり基調と、約12年間値下がり基調ですね、2002年まで値下がりをします。で今回は何かと言いますとですね、2013年に始まった異次元金融緩和なんですね。これによってですね、じわ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 上がってきたわけです。約10年続いてます。これはね、あの時みたいにひょっとこう上がったんちゃうんですよ。ひょっと上がってる、部分的に上がってるのもありますよ。でも何年かかけて上がってるわけですね。例えばあの土地って3年前に7億で下ろしたのに、ね、今12億かみたいなですね、そんな感じ。そんな話はあっちこっち私はね、イエーイということなんですよ。そんな感じですね。マンションもあのタワマンってあれ何、あの8年前の新築の時には、あ、7000万やったの、今売ったら1億3000万とかって、そんな感じですよ。そんな感じです。な、非常にね、じわじわと来ました。でこの後どうなんねんって話ですけど、どっかで下がります。で違いはね、東京とその周辺とあと一部地域だけなんですよ、値上がりが。あの平成バブルは日本全国上がる、つづうらうら上がりました。こんな田舎の土地がこれいくらねんってね、そんな感じ。どこでも上がりました。なぜかというと、あの時まだね、日本は経済成長過程にあったんですよ。だから日本経済の GDP って増えてたんですね、の1980年代の後半っていうのは。ところが今ですね、このもう30年ぐらいですね、日本経済 GDP 増えてないんですね。増えてないのにですね、あの東京とその周辺の不動産だけ上がってるんです。で相対的にね、田舎の不動産がね下がってるんですよ。だから全体的には変わらんという話になってるんですね。あのだから増えて、あの GDP が増えないんでね、どっかが上がったらどっか下がらなあかんわけですよ。パイが一緒ですからね。なんですけども、東京に限ってはですね、あのバブルの時と同じぐらいのもういい水準まで今来ています。でこの後どうなんねんって話ですけど、ドカーンと暴落するというシーンは、金融政策次第なんですよね。金融政策とね、あと不況次第です。あのリーマンショックみたいなのが今来たらね、これはちょっとやばいことになります。ちょっとやばいことになります。ドカンというされ方をするかもわかりません。あのね、1年で2割も下がったらもう暴落です。例えば去年このマンション2億やったのに、今1億5000しか売れへんのみたいな、そういう状態になったらもうほぼ暴落ですけども、まあ可能性はないことはないですね。あの世界不況が今始まってますんで、それに日本が巻き込まれたらですね、そういう下がり方する可能性があります。なぜ世界のお金が凍りますから、動きは悪くなってですね、もうその1億5000万、去年2億、今年1億5000万やのに、銀行融資は1億しか下りひんやんみたいな、そうなるんですよ。だから5000万の手金用意しなあかんでしょ。これなかなかね、動かないんですよ、そうなると。そういうことがあり得ます。これは日本から起こる可能性もあるんですけど、多分海の向こうからやってくるんでしょうね、リーマンショック級の何かが。ブラックスワンと私は呼んでますけど。やってくるとそうなる可能性がありますね。金融は凍るという状態です。そうでなくってですね、金利を上げた状態、植田さんが追い込まれてですね、多分金利上げると思うんですけど、上げた状態だと、あとは緩やかに落ちていきますね。10年かけて上がったもんですから、10年かけて下がる可能性があります。実態ね、この東京の、例えば山手線の内側、都心ですね、のマンション、新築マンションなんて、今高い値段で取引されてますけど、あれみんなね、住むために買うてる人なんてちょっとしかいないんですよ。ほとんどがですね、何かの思惑があって買うてるんですよ。あ、それは値上がりかも分かりませんし、相続税対策かも分かりませんし、ただ趣味で買ってるという人もいっぱいいますよ。本当にいますよ。信じられへんでしょうけどね、いるんですよ。なんで買うたんですかって言ったら、いやー、一つ買おうかと思ってみたいな。いますからね、そういう人が。ほんまに。
まあそんな人らが買ってるわけであってですね、そんな人らって困りませんから、あんまり投げ売りしないんですよね。だから下がり始めてもじわじわちゃうかなと、まあ、ただリーマンショック級が来ればドカンと下がりますよ。まあ、もしかしたらだから2025年あたりにですね、そういうことになっている可能性は十分にありえますね。はい、詳しくはまたですね、秋講座の時にやりますんでですね、もう今申し込みませんのでですね、続きはまた秋ということにさせてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。